してここに？なんだあの影みてえなのは。まさかあれが。大丈夫ですか千秋先輩、知らない強さを教えてくれたから。え、私上京したばかりの頃、新しい生活に馴染めるか不安でした。でも先輩が支えてくれたおかげで、そんな不安から救われたんです。本当の強さは単なる力や技なんかじゃない。ソラ、私これからも先輩と一緒に頑張っていきたいんです。そして本当の意味で強くなりたい。だからだから。ソラ、ソラ逃げ。ファントム、人の心の影につけ込むエルダーグリード、相沢さんを助けるにはあれを倒すしかないわ。上等だ、行くぞソラ。はい、待っててください。千秋先輩、
まだ行けるぜ。異界化が収束していくわ。けどやっぱり私もまだまだ未熟だわ。私も空みたいに強くなりたい。まっすぐな強さ。千秋先輩、これからも一緒に切磋琢磨してくれる？部長たちもいる。あの女子空手部で。飛び出しておいて遅刻とはいただけないわね。悪い、亮太のバカ話に付き合わされて遅くなっちまった。正直すっぽかされるかと思ってたが、待っててくれてよかったぜ。それで話というのは？なんだか告白でもされてしまいそうなシチュエーションだけど、明日から連休だしデートのお誘いかしら。なんだ、要件を言う前に。え？一昨日の件、もし柊がいなかったら空や相沢は助けられなかった。それどころか一人で突っ走ってくたばってたかもしれねえ。だからありがとな。別にお礼を言われる筋合いはないわ。お礼を使わねえか。どういう意味？今後ももしこの街で異界の事件が起きるなら、俺にも手伝わせてほしいんだ。時坂君、ただ手が届くものくらいはせめて守れるようになりたいんだ。お前とならそれができるような気がしてな。ヒロギ。おい、時坂君はともかくよろしくお願いね、ソラちゃん。二人で話を進めるんじゃねえっての。始まったみたいだね。どうかな。
はようございます。おい、はい、あの事件が終わってすぐ、ちょっぴり長い連休が始まりました。学園の武道場も閉まるため、どう過ごお聞きしてもいいでしょうか。ええ、いいわよ。答えられる範囲になるけれど。アスカ先輩はコウ先輩とどういったご関係なんですか。させちゃったみたいだけど、今まで時坂君と一緒に戦ったのは単なる成り行きに過ぎないわ。ソラちゃんや相沢さんの件も含めてね。そうなんですか。この際言っておくけど、
私はできるだけ一般人を巻き込みたくはないの。申し出てくれたあなたや時坂君についても同じよ。だからそれに関しては頭の片隅に置いてくれる程度で大丈夫。危険度が低い仕事やよほど人手が必要になる場合ならお願いしようかと思ってるけど。そうですか。なんだか気が抜けちゃいました。一緒に過ごしたのも小学校時代の夏休みくらいです。でもあの夏があったから今の私があるっていうか。へえ。もしかしてソラちゃんの方こそ。もうアスカ先輩たら何倍言うのですか。私は別にそんなこと。至急確認に向かいます。アスカ先輩、必要ないかしら。そんなことない。さあ先に進みましょう。Thank you.
お宝ゲ